さあこれで頭一つ抜け出たぞ、ジャイ。そのそうですね、367、しかも加賀さんと愛子さんにはもう親がないんですよね。だからここでちょっと大きめの手作りがもう求められる感じになってきた。さあ愛子さんがこれはドラガウーマン、まあピンズの面本チート位置とか本位置の仕掛けがね、加賀さんもちょっと軽そうな手だ。つまり優勝するためにはですね、うん、オーラス1番手以内でオーラスを迎えるということが大事なので、うん、まあ、もちろんこれ漫画があるのが一番いいんですけど、うん、そうじゃない場合は加賀さんは残球ですね、うん、愛子さんは残球じゃダメなんだ、オーラス1番手じゃないか、やっぱ 5-2 クラスの上がりを最低でも作るということですね、うん。第3も6チッパか、でも釣りにはドラがねウーマンですからちょっと難しい、まあ、9万打ってタンヤオからどうするかっていうところじゃないですかね、うん、すみません、はい、ただラスエアですからね。あ、そうなんですね。そう、ここは点数 あんまり高い点にこだわることないんで、池谷さんは9万落としましたね、マッサー。ピンズが寄ってきてるが、加賀さんは想像、そうですね、あとゴロチもなんか、あ、いいとこ入れましたね。これは、あ、これもあ、すごい。さあ、ただたカンちゃんの選択になるんですかね、これ。6チッパーはちょっとね、まだ難しいと思うんで、カン三平嫌いか。あ、ピンズが来てますよ。ただね、ドラがウーワン、お、一応いいシャンテンですね、これ。カンオスオパーピン、厳しいね。一応7、8、9見えるけどね。そうですね。やっぱりジャイさんの方がこう2の伸びがいいね。そうですね。おお、ピンズがどんどん来てますね。点数状況的にはもう染めたいでしょうね。そうでしょうね。初1枚出てね、見送ってるんで、うん、これ2枚目ですけど、いいとこ入れた。でもリーチでね、ポンしましたね。すごいね、初ポンしてリーチに対抗してきました、うん、愛子さん。フッパーピンだね、ね、そうです。でピンズに染めてしまえばね、とりあえず。そうですね、ドラがないんで困ったね。おお、これでパーピンがちょっと余る形、手配が、あ、いった、あ、しょうがないか、手配に寄る根拠がないんですよね。あ、ドラだ、うらうら、あ、これは厳しいで、ドラさん手だか、これはこれはちょっと決定だったかもしれないな。いや、でもそうなんですよね、ラスオーラスの親が残ってる池谷さんからの親満直撃ですからね。うらうらは大きいね。これは完全にジャイタイム、略して JT、 これは決まったか、ほぼ。